どうもこんにちは、中野篤です。それでは3本目の動画を撮りたいと思います。3本目は口内炎に肩こり首こりに効果的なツボ押しをしたいと思います。場所は、よいしょ。まず肘を曲げた時にできる横じわに人差し指のこう端を当てて、そしてそこから指3本分いったところ、指3本分いったところに親指を当てる。そして骨の内側にこう潜り込ませるようにして5回押す。1回、2回、3回、4回、5回。もう一度。肘を曲げた時にできる横じわに人差し指の端を当てる。端を当てて、そこから指3本分いったところ。指3本分いったところに親指を当てて、骨の内側にこう潜らせるようにして5回押す。1回、2回、3回、4回、5回。反対も同様に、よいしょ。肘をこう曲げた時にできる横じわに人差し指のこう端を当てて、そこから指3本分いったところに親指を当てる。そして骨の内側に潜らせるようにして5回押す。1回、2回、3回、4回、5回。もう一度。肘を曲げた時にできる横じわのところに人差し指の端を置いて、そしてそこから指3本分いったところに親指を当てる。そして骨の内側にこう潜らせるようにして5回押す。1回、2回、3回、4回、5回と。それでは、このツボ押しは終わります。継続は力なり。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。